こんばんは、カリンバミントです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はワントーより新発売されましたサンリオキャラクターズコラボレーションモデルをご紹介します。ラインナップはポムポムプリン、シナモロール、ハローキティの3種類で、こちらのサンリオコラボカリンバは数量限定だそうです。私は3種類の中で娘が好きなシナモロールを選びました。このように箱もとっても可愛くて、キャラクターごとにデザインも違っています。しっかりした可愛い箱なのでプレゼントにもいいですね。サンリオって年齢関係なく好きな方が多いですが、これからの季節クリスマスプレゼントなどにもぴったりだと思います。では開けてみます。はい、見ている方はこちらの可愛いデザインがもうすでに気になっているかなと思うのですが、一応付属品から紹介します。音名シールはカタカナとひらがなで書かれていました。ワントーンから販売されているこちら2つは、音名シールは英語と数字の透明のものがついていて、そもそも刻印があるのであまり必要性は感じなかったのと、シールに切れ目がなくて自分で切らないといけないのが大変だったのですが、こちらは日本語ですし、シールに切れ目もちゃんと入っていて改善されている点がとってもいいですね。目印シール、指サック、これなくてもいいので10円でも値引きしていただきたいですね。チューニングハンマー、説明書がとっても可愛くて、今回コラボカリンバに選ばれた3つのキャラクターがそれぞれカリンバを持っています。説明書はきちんとした日本語で書かれています。販売元が共立コーポレーションという日本の会社なので安心感がありますね。説明書の中にもキャラクターが登場していて可愛いです。クリーニングクロスは私の好きなしっかりしたタイプで、拭き心地も良さそうな感じがします。そして巾着です。ワントーンの従来のものと同じでケースは付属していません。では本体のチェックをします。シナモロールがとっても可愛いんですが、こういう字体とか、あと装飾のところもすごくセンスのある感じで好きですね。でサウンドホールもこんな感じで可愛く切り取られていて、周りに装飾もあります。で裏側も後ろ姿になっていてとっても可愛いんですよね。特にポムポムプリンの後ろ姿は例のあれがちゃんとついていたので、概要欄からデザイン見てみてください。目立った傷もなく綺麗だと思います。本体の素材はマホガニーで、重さは 275g でした。キーはまっすぐタイプで、英語と数字音名の刻印があります。キーの並びも高低差なく綺麗だと思います。ではマイクの生音で弾いてみます。はい、箱型の特性なんで仕方ないといえば仕方ないのですが、この高音の実がやっぱりちょっとカンカン鳴ってて、これは使えないですね。うん、ワントーンの鳥柄も同じで結構カンカンした音で、うん、この辺りはちょっと仕方ないのかなという感じです。こちらの奥目は可愛らしいコロコロした音色なのですが、こちらのマホガニーは丸みのある優しい音色かなと思います。よく箱型は構造上この2音は響きにくいんですよというお話をしていると思うのですが、
まあ、最近はやっぱり高音が鳴るものも出てきていて、私が最近お気に入りのリンティンだと、こんな感じでとても綺麗に音が鳴るんですよね。ただこのサンリオコラボカリンバはもうこの圧倒的な可愛さで、高音2音を捨ててもいいなと思えるぐらいのデザイン性の高さなので、好きな方にはとてもたまらない商品だと思います。そして娘もこの商品見てとても喜んでくれたので購入してよかったなと思っています。いかがでしたか？今回はワントーンとサンリオのコラボカリンバ OTKL の CN シナモロールデザインを紹介しました。ポムポムプリン、シナモロール、ハローキティ、全部とても人気のキャラクターなので、この商品からカリンバを始める方がさらに増えるといいなと思います。数量限定とのことなので、気になる方は概要欄からチェックしてください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。演奏曲のリクエストも受け付けておりますので、コメント欄へどうぞ。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ポムポムプリン、ポム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 プリン、シナモロール。